深津和成はパスファーストで常に黒子に徹し、沢北や川田を立てる堅実なゲーム運びが持ち味で、終盤では試合全体を託されるなど、堂本監督からの信頼も厚いゲームメーカーである。そのパスもショート同然の川田幹夫の手元にパスカットされず、幹夫が取れる強さで寸分違わず届ける、正確性と繊細さを兼ね備えている。当然本人の得点能力も高く、確実なスリーポイントシュートとサイズを生かしたポストアップからの得点を得意とする多彩な得点バリエーションを持っている。それ以上に評価されるのがディフェンスであり、2年時のインターハイでは海南の牧真一から1対1の場面でボールを奪い取っている。作中における牧の純粋な1対1のボールロスとはこのシーンのみといえば彼の守備力の高さがうかがえる。唯一の苦手要素は宮城のような背の低い相手らしいが、オフェンスではフェイントなど多彩なテクニックとミスマッチによるポストアップとスリーポイントでオフェンスでは多大な貢献をした。